人生に絶望する俺が開いたの。なんだろうこの扉。異世界への扉だった。ん？その世界で規格外の能力や称号、そして最強の武器を手に入れ、脅威のレベルアップを重ねた俺は完全無欠の存在へと進化した。しかもそれが現実世界にも影響を及ぼすなんて。こんな俺でもせっかく生まれたからには、怪我とかしてない、誰かの役に立ちたい。同じ目だったのですぐに分かりましたよ。私と結婚してください。レベルアップした俺は2つの世界を輸送する。テレビアニメ「リセレベ」2023年4月放送開始。